太らないお酒の飲み方お伝えしていきます。この動画をご覧いただきますとダイエット中でも美味しくお酒を飲むことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。なぜ今からお伝えするお酒の飲み方をすると太らないのかというそのポイントがあります。それはお酒とおつまみの種類なんですね。その理由はお酒とおつまみの種類を間違えると太るからなんですよ。で、例えばですね、このお酒なんですけれども、太りやすいお酒、太りやすいおつまみというのがあるんですよね。ちょっと見ていきましょう。太るお酒はもうとにかく糖質が多いんです。代表的なお酒はビール、日本酒、紹興酒、そして甘いカクテルや甘いチューハイなど、こういった糖質が多いものをやはり召し上がってしまうと、まあ、太ってしまうわけなんですね。で、プラスですよ、この太るおつまみというのもあります。もうフライドポテトであったり、まあ、スナック菓子、まあ、ポテチだとかですね、あとピザとか、あと味の濃いものっていうのはもうどんどん中性脂肪がですね溜まってしまって、まあ、太ってしまう、こう原因になるからなんですね。なので太らないお酒の飲み方のポイントというのはお酒やおつまみの種類ということなんです。それではどんなお酒やおつまみを摂れば太らないのかということについてお伝えしていきますね。そのポイントは糖質が少ないものを選びましょうです。例えばお酒からいきますよ。太りにくいお酒というのがあります。ズバリ糖質が少ないお酒を選べば太りにくくなるんですよね。なぜかというと糖質が多いということはそれだけ脂肪を溜め込む元が多いわけですから、逆に言えば糖質が少ないものを選ぶことで脂肪を溜め込みにくくすることができるんです。例えば蒸留酒ですね、焼酎であったりウイスキーです。で、またワインは糖質がもちろんあるんですけれども、実はワインはですね、その脂肪をこう抑える効果の、その血糖値を抑える効果があるお酒になるんですね。そしてここで一押しのおすすめのお酒はワインです。まあ、いろいろあってもいいんですけれども、ワインはですね1日に 150ml 飲まれると血糖値を下げるというあのデータがですね、検証結果が出ているお酒になりますから、できればですね、いろいろあるんですけれども太りにくいお酒の一押しはワインです。ワインを飲まれてみてくださいね。はい、そして次におすすめのおつまみがあります。もう一押しはアーモンドです。このアーモンドですね、お酒のおつまみとして召し上がりますと、なんと脂肪や炭水化物をもうその場で燃やして分解してくれる作用がアーモンドにはあるんですね。これはね、もうぜひぜひご一緒にね召し上がっていただきたいなと思います。ただしお酒もおつまみも飲みすぎ食べ過ぎてしまっては NG ですよ。なのでアーモンドはですね、具体的にそうですね、15粒程度ぐらいまでにとどめておかれると良いと思います。またお酒もそうですね、飲みすぎてしまっては結局そのアルコールを分解する過程で中性脂肪がこうどんどん溜まっていきますから、飲みすぎには注意ですよね。さあ、ここからはさらにおすすめの太らないお酒の飲み方のおさらいポイントをお伝えしていきたいと思います。5つあるんですよ。もうまずは糖質の低いお酒を選びましょうでしたね。おすすめはワインでした。では2つ目、アルコールの特にですね高い度数のものはそのままではなくって、お水や炭酸水、まあ、無糖のですね炭酸水で割って飲んでいきましょうということです。その結果太りにくくすることができます。で、また3番目、お酒と同量のお水を飲んでくださいねということで、このお水もですね、できれば常温や白湯などの温かい方がいいです。ここでキンキンにこう氷が入ったようなお水を飲んでしまわれると腸内環境がですね悪くなってしまうんですね。腸の動きが良くなくなってしまって、結果デブ菌と呼ばれる悪玉菌がこう優勢になってしまいがちになるので、ぜひお酒と同じ量のお水です。お茶とかジュースはダメですよ。水が一番。なぜかというと、お水が一番あなたの体液をこう巡る、循環させるのにはもう一番効果が高いのがお水だからなんです。
飲んでくださいね。で4つ目、太りにくいおつまみを取りましょうでしたね。おすすめはアーモンドでした。そして5番目、空腹時には飲まないということです。なぜかというと、お腹ペコペコの時一番にアルコールを入れてしまわれると、もう血糖値が急上昇してしまうわけですね。たとえ糖質が少ないお酒を飲んだとしても、いきなりですね、空腹時に飲んでしまっては血糖値が上がってしまって、結果血糖値が上がるとこのこの間に脂肪が一番溜まりますから、くれぐれもお腹がペコペコの時はいきなりアルコールは飲まないようにしましょうねということでした。さあ、いかがだったでしょうか。もうこれからですね、もう飲み会シーズン到来ですよね。クリスマスが控えていたり、あとは年末年始があったり、もういろんなこうイベントがあると思うんですね。その時にあなたが、ああ太るって気にせずに、もうそのまま楽しくですね、健康的に飲んでいただきたい、また召し上がっていただきたいので、今お伝えしました太らないお酒の飲み方の、プラスおつまみですねを、ぜひぜひこちらの項目実践していただいて、楽しいお時間をお過ごしください。さあ、いかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたがリバウンドなしで継続的に健康的に綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加ください。でまた私のこういったお話に関してご質問おありの方は、詳細欄に LINE のリンク貼っております。皆様そちらをご登録後、直接お話ししてくださってますので、必要な方はおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。